木走り家は、鳥類スズメメキバシリ下の一家である。木走りと総称されるが、木走りは、日本産種サーシアファミリリスの和名でもある。世界中に分布する。長く曲がった爪を持ち、それを木の幹や岩壁に引き掛けかけ登るため、木走りと呼ばれる。また、おはのうじも、丈夫に発達していて、木に止まったり木を登るのに適応している。こうしたおはや体幹を利用した。 ロコモーションを木登りと言い,い、同じ形態的特徴を持つ、キツツキ科などの鳥類にも見られる。細くやや下に曲がったくちばしを持ち、幹の割れ目などの虫をついばむ。シブリー分類では、スズメモクの三条化の一つウグイス状化に分類されていた。しかし新たな系統解析により日滝状化に移され、さらに、ヨハンソン2008により三条化による分類が否定され、 新しいキバシリ浄化に分類された。シブリー分類では、このグループは赤に階級付けられ、キバシリ化、キバシリア化、サートハイニーとされていた。シブリーのキバシリ化には、キバシリア化、ミソサザイ化、ブユムシクイ化が含まれていた。ミソサザイ化とブユムシクイ化は、現在のキバシリ浄化に含まれる。二属0種が属する。日本には、キバシリ属のキバシリの実が生息する。 ありがとうございます。